定番の合唱曲は。あ、あ、でも今、パッと思い浮かんじゃった。あ、俺もパッと思い浮かんだやつ。え、だめ。え、俺、ごめん、今回無理です。え。ごめん、俺は。いや、いける、いける。だって、さっきまで、あんなにバイブ触ってたんだもん。いけるよ。だめ、だめ。もう。トシピー。いけるよ、トシピー。ごめ俺はもう、この後歌いたいがために書いてるだけです。あ、待って、え、じゃ、あ俺も変えようかな、つの。 歌いたいのがあるんだよな。いや、勘違ってるか分かんないけど、これ。あ、じゃあ。はい。いきましょう。いきます。はい。定番の合唱曲は翼をください。<調>銀のペガサ。<laughs> いや、合ってるかどうかすらわ分かんない。<laughs> 銀のペガサ初めて聞いた。分かんない、分かんない。俺もタイトル違うでも。もうなんか俺の中の合唱曲のイメージが。銀の翼を。 ててって楽しそうに歌ってるやつを俺が歌えなかったから、あれ歌いたかったっていう記憶がずーっとあって。あ、もうそれが、エピソードが先に来ちゃったんだ。そうなんです。あでタイトルがわかん、ね、いかない。そして、カイトくんが第一三章。第一三あ、そっちの三なのね。うん。ごめん。こっちだった、今コメントでね、漢字また間違ってるって言われてて。第一三歌。第一三、第一三歌。うん、でも俺も正直第一三章は悩んだ。 だって、第一参照か、モルダウか、翼をださいかなと思って。俺、マジじゃあも俺もう一個、皆さんにレベルを合わせたのが、これ、大くださった。俺、コメントと会話するわ、もう。ごめん、いやいや。アンドロベだね。そうそうそう。アンドロベだそうそうそう。え、シューガペガサス流星剣ですね。それは。違う違う。ジャンプ作品だったら何でもいいと思うお前がやってたキャラの話じゃねえんだよ。しかもガンダム違うからな。えー。あ、でも、 結構、あ、それ知ってるっていう人と、全然知らないみたいな人で分かれてるね。そうなんですよ。地域によっても違うのかな。あと時代もそうですよね。そうね。でも、ここはさ、正直近いから、海人君になるとやっぱちょっと違うのかな。いや、でもそれは定番の曲ね、第一三章は。うん、そうだよね。え、モルダウとか歌わなかった合唱。歌わない。あ、歌わなかった。大工歌わなかったですか大工歌ってみて。 次次次マジで歌ったんだって。<laughs>